題とか記号がまだ正直絞れてないっていうのがあって、とにかく過去を深掘ってました。6月に自己分析始めたって出てますけど、なかなか長い期間自己を分析されてたと思うんですけど、その結果なんでふわふわしちゃったと思います？あと OBOG 訪問で私ってどんな会社にいそうですかって社名聞いちゃうとか。どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。本日は就活相談企画ということで、今日出演してくれる就活生なんですけど、就活の軸であったり自分のやりたいことっていうのがまだちょっとふわふわしてて、志望動機を話す時にもあんまりうまく伝えられないなみたいな感じのお悩みを持った就活生に来ていただいたので、早速自己紹介をしていただきたいと思います。東京女子大学心理学専攻3年の金子理沙と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。2012卒の豊山と申します。 C&G でマーケティングを担当した後に数社マーケティングを担当し、現在独立しています。現在確実内定という本を出したりしてライターとして活動中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず金子ちゃん、今就活の状況はどんな感じなんですかね？現状としては先行しているところが約 2,3 社ほどで、あとは説明会を複数受けているという状況です。じゃあ今のお悩みっていうのはどんな感じなんですかね？一言で言うと、企業の選び方がわからないっていうところになります。じゃあ今具体的にどんな感じの軸で就活進められているんですか？今持ってる軸として2つありまして、1つがチームで真剣に努力できる環境であること、もう1つが目の前の人に対して自分が価値を見出して貢献できる仕事がいいなというふうに考えております。この軸を作るきっかけみたいな経験ってあったんですか？はい、一番大きいなっていうふうに自分の中で感じてるのが、スターバックスでのアルバイトをしておりまして、そこでお客様が喜んでくれるにはどうしたらいいかっていうことを常に考えて行動していたので、そこに自分自身すごくやりがいを感じていましたし、できない時とかも先輩だったり他の店員の方が真剣に向き合ってくれて、次どうしたらいいのかなっていうのを一緒に考えてくれた環境はすごく心強くて、こういう向上心のある人たちと社会人になっても働きたいなっていうふうに思います。業界とか希望がまだ正直絞れてないっていうのがあって、今その営業とか接客観点ですごく楽しいなって思いつつも、マーケティングとかそういうお客様のニーズ汲み取って形にしても面白そうだなとか思ったり、なんか6月に自己分析始めたって見てますけど、なかなか長い期間自己を分析されてたと思うんですけど具体的にどんな自己分析されてたんですか？とにかく過去を深掘ってました。自分史みたいな？そうですね、なんか自分史で嬉しかったこととか逆に辛かったこととか、この人と一緒にいて楽しかったこと、経験だったとか、それをなんでどうしてみたいなところを深掘ってました、その結果なんでふわふわしちゃったと思います？出して満足しちゃってるのかもしれなくって、そもそも自己分析の目的っていうのを見失ってしまってるのかなって思います、確かに就活の自己分析って自己分析そのものを楽しいと感じる学生が一定数いらして、楽しいのはいいんですけど、就活っていう一つのプロジェクトから脱線し始めているので、そこで就活に戻ってくると、どんな作業を楽しいと思えるかが実は自己分析ではとても大事です。仕事って作業の塊ですよね。じゃあ自分はどういう作業に喜びを感じるかっていう作業まで落とし込んでいただくと、さっきみたいに自分の専門知識をお客様にお届けして、お客様が喜ぶ姿を見るとかまで作業が分解されていきます。というわけで自己分析で悩み始めたら一回やめて好きな作業をたくさん書いてみましょう。どんな作業が好きかっていうのをどんどん洗い出していくと、金子さんは他にどんな作業が好きですか？日頃のことで言うと、整理整頓するのがめちゃくちゃ好きで、例えば部屋でどう配置したら自分が取りやすくなるかとかっていうのをすごい考えて効率化するんですね。はい、で他には例えばどんなのがありますか？アルバイトで言うとドリンクを作るのはすごく楽しくて、今ラテアートの練習したりとかもしてます。何が楽しいんですか、ラテアートを作ってる、毎回こう練習していくんですけど、そこで何か問題点があってできなかったんだってなって、なんでできないのか原因を考えるのが好きで、でそれで実際に次やってみて、自分考えた原因が当たってたんだっていうところがすごく楽しいなって感じ
そうすると今まで伺った中で金子さんの好きな作業って3つあって、1つ目はさっき言った自分の知識を人に反映させること、2つ目は効率化すること、業務、3つ目は原因を考えて分析すること。でこれに最も向いている仕事は何だろうっていう順序で業界を考えてみていただくと、きっと楽しい業界が見つかると思います。私がパッて思いつくのはコンサルタントとかリサーチの仕事じゃないですか。もうめちゃめちゃになってる会社組織とかをきれいに整理整頓していって、どういう仕事を誰がやるべきか洗い直して効率化するとか、すっきりしそうじゃないですか。確かに言われてみれば就活生になると変な上昇志向が芽生えちゃって、人を助けたいとかそういう思いになっちゃったりするので、そういう意識のまま会社に入ったらミスマッチが起こったりしちゃうと思うんですよね。なのですごい本音の軸もちゃんと考えた方がいいなっていうふうに思うんですけど、まず軸って考えると非常に抽象的になるので、好きな作業から洗い出していただくのが一つ目、もう一つ本音の軸も持つこと、それは就活が語らない軸なんですけれども、自分の中の欲望として本当はこういう職場だったらとってもいいのにっていう軸を知っておくことがとても大事だと思っていて、予想ですけど金子さんの本音の軸は手取り足取り教えてくれる、割と甘やかしてくれる職場が好きなんですなんで分かったんですか今の思うんですが、どうなんでしょうかでもなんか多分そういうところはあるかなって思います。一人で考えると考え込みすぎてしまって分かんないっていう風になってしまうので、なんかサポートしてくれる人がいるとやっぱりすごい心強いなって思います、そうすると就活の綺麗な軸の表現としてはメンターが初年度からついてくれて成長を促してくれる職場とかになってくる。逆に一番言っちゃいけないのは OJT が充実していますっていう会社、 OJT 多分現実の、まあ、業務の中で成長していこうっていう、先に行動して、はい、身につけていくって感じ。そうです。なのでもし自己分析で詰まる学生が今視聴されてる方でもいらっしゃったら、まずはですね OB OG 訪問で自分ってどんな人間に見えますかとか聞いちゃうのもありだと思います。そうすると自分ではこう書いてるみたいだけどこっちから見ると結構こうだよみたいなのを教えてもらえたりするので、あとは独自な友達を手に入れることですね。この子だったらもう長所も短所もスパッと言ってくれるでしょって人に、いや私って就活で長所短所って何て言うべきだと思うってダイレクトに聞いちゃったらいいと思います。それからですね、さらに他の方向で金子さんができることといえば、効率化整理整頓が得意なので工場とかのコストカットとかも得意だと思いますね。絶対無理、整理整頓とかも無理。多分工場でやっている作業を全部洗い出してこうした方がここのコスト切れるんじゃないかみたいな考え方をするのを金子さんはできると思います。高橋さんは嫌そうですね。どんどん新しいことやりたい。金子さんが高橋さんの上司じゃなくてよかったですね。確かに、はい、大きい企業だったら上司がどんな人になるかとかって分からないじゃないですか。社風的にこういう人が好まれる会社はありますから、自分の適性を褒めてくれそうな人が多い会社を選ぶことがおすすめです。金子さんやっぱりきちんとしていることを評価してくれる会社がいいでしょうし、高橋さんは新しいことをどんどんやりなはれって会社を受けた方がいいでしょうね。今効率化するとか原因を組み立てるとか要素を出してそれに合う企業とか職種こういうのだよねっていうふうに教えてくださったんですけど、それを実際に自分でやるってなるとかなり難しいなって感じてしまって、どうやってその企業と当てはめたらいいのかみたいな。自分でやろうとするから大変なので OB OG に聞いちゃうのが一番早いと思います、あと OB OG 訪問で私ってどんな会社にいそうですかって社名聞いちゃうとか、